こんにちは、ひなたです。はい、ということで今日はですね、私の進学についてちょっとお話ししたいと思います。イエーイ。誰が興味あるって話かもしれないけど、今日もパパがついてきてくれます。はい、ひなたのパパです。よろしくお願いします。今日はこの動画の中で家族会議的なひーちゃんの進路って言ったらいいのか、進学と言ったらいいのかね、まあ、どんな話になるんだろうかわからんけど、まあ、そんな話をしていきたいと思います。いきましょう。それではレッツゴー。じゃあね、家族会議のスタートとして、ひーちゃんさ、この仕事を続けていく上でこのまま東京行っちゃう？行きたいよ。行きたいの？お、この今の芸能活動に責任というか気合というか、うん、まあそういうのも多いけど、やっぱりさ、まださ、ずっとさ、いたわけじゃん、ここに。愛知県にね、うん、だから、友達とかもさ、うん、と離れたりするのもさ、ちょっと心寂しいところもあるじゃん。はいはいはい。でも、まあ行きたい気持ちはある。そう、だけど、寂しいっていうのもある。まあ、そっか。だってひーちゃんさ、どんなに大変な仕事でもさ、絶対に愛知県に、実家に帰ってくるじゃん。日帰りでね。ね、どんなに東京に連続で仕事が入っていても、もう絶対に愛知県に帰ってくるもんね、新幹線で。そんなに遅くても帰ってくる。だからひーちゃんは東京にいたいっていう気持ちがないのかなって思ってたんだけど、そうなん、そうでもないんだね。なんでだろうね。なんでだろうねって。帰りたい。帰りたいんかい。だから東京にお家があったら、うん、あ、そこがお家になるもんで。なるもんで。うん、おお、東京進出。じゃん。それは面白かった。そっか、ほんじゃない、え、ちょっと待って、ひっちゃん一人で行く？あ、だよね、パパがね、おらんとね。パパがおらんと。あ、パパじゃねえの？サンちゃん持ってく。あ、サンちゃん、パパより、え、パパより。うん、ぬいぐるみ持ってく。そこにぬいぐるみあるで、お前持ってけ、サンちゃん。これか。いいじゃん、これを担いで持ってく。うん、そうそうそう。無理だわ。一人は無理だわ。一人無理か。何もできないと思う、私。うん、そっか、やっぱ。もんじゃあ、ママと二人で東京で生活して、土日だけ愛知県に戻ってくるとか。めっちゃいい。それめっちゃいい？マジで言っとる？知らんかった。学校ってさ、どうやって選ぶの、ひーちゃん？え、制服が可愛いところ。制服が可愛いところ。女子みたいなこと言うね、やっぱりね。制服が可愛ければ、なんかいい感じ。そう、ちょっと上がりじゃん。ほんで何、ちょっと私のさ、地元のさ、うん、友達も、うん、制服が可愛いからっていうので言ってる子とかもいた。へえ。まあ多分それは本音は最後の一押し。ああ、まあそう、ね、そんな制服だけって選ぶっていう。そうだよね。でも大事だよ。ああ、大事。3年間ずっと着るんだよ、そのせい。でもさ、セーラー服とブレザーとどっちがいい？私は今の学校はセーラー服なので、ブレザーを着てみたいっていうのはある。でもセーラー服も可愛いっていうのは分かる。逆にさ、男が学ランのところがいいとかさ。ああ、そういうのない？確かに男の子だったら学ランの方が好きかもしれない。そうなると、なんかおのずと女子はセーラー服だよね。そっか、制服もちょっと学校を選ぶ選択肢ね、もう一つあるね。まあでもかといって、うん、制服がダサすぎるから行かないってこともない。もうないかもしれない。ひーちゃんさ、その将来の夢、うん、まあ、そこにつながる学校の選択をしんといかんくなってくるっていうか、まあ夢が特別なものであれば、まあそういう関係の学校を選ぶっていうのは当然考えてもいいと思うんだけど、今目指してる、入りたいっていう高校、うん、学校は具体的にはあるの？やっぱり普通の高校生活を送りたいっていうのもあるから。うん、地元のっていう感じ。そうそうそう、地元の普通の高校とかにも行きたいっていうのもある、うん、
もあるし、やっぱり今こういう活動をさせてもらってるっていうのもあるから、それをもうより頑張るために、その専門の、うん、パパが知ってるんです、堀越学園とか、ね、うう芸能人がたくさんいるよみたいな、学校とかも考えてました。おー、まあ、そういう学校の、まあ、偏差値っていうの、なんていうの、高いか低いかも全然わかんないもんね。でも芸能人の人たちってさ、すごい大学に行ったりするじゃん、うん、すごいよね、そうやって考えると。できないで、もうやれないみたいな感じだね、これね。無邪魔に、まず東京に行くか行かないか、もうちょっとそこも考えないといけないし、で、あとはあなたの学力的にさ、その学校を選べるの、ちょっと通知を持ってきて。え、あ、いけるいけるいける。ほんとかよ。はい、持ってきた。はい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 、ミス見せられ、見せられないよ。おっ、おっ、何ですか。予想はしとったけど、うん、その予想をはるかに超えてきた、ね、頭ですよって思った。え、さすがだと思った。まあ意外とのんきだね、あんたね。なるほどね。うん、まあなんかここまでの話が全部無駄だったような感じもしないでもないけど。いや、なんて言ったらいいのかな、学校を選べる立場じゃないというか。夢を語る資格がないまで言う。あ、まあまあそこまで言ったらね、まだまだ今からね、頑張って成績伸びるかもしれんし、実験ない、実験ないことはあるある。まあね、人ってどん底になっても這い上がれるから、ちゃんと。じゃあ本人次第だよね。ちゃんも呆れとるぞ。あ、さんちゃんの呆れ方すごい。ちょっと見る、みんな、うん、このベッドの呆れとるで。あの呆れ方すご、大丈夫かって。あんな姿初めて見た、サンちゃんの。声だらけてるね。まあそういうことでね、明るい未来を想像しながらこれから頑張っていくだけだもんね。アイスクリームが溶けるその前に大好成果で切り込んで、滑らかに頭を打ち抜いて、帯をいただいて、さっと帰る、目指せよ明るい未来。そこね、そこ行きたかったんだね。ああ、ちょっとやばいね、自分でももうやばい、焦ってる。焦ってる、うん、焦焦。まあみんなどのレベルでも焦ってるけどね、あなたの。そうなの、焦ってるレベルが本当に。本当に友達とか、なんでそんな学力で悩んでるのって。っていうか、お前この学力で悩めよ。ちょっと。お前悩んどけよ。もうね、無理なんよ。もう無理なんよ。違う、それはいかん。それは諦めてる。はい、すいません。うん、そうだね、諦めるのはダメだね。うん、諦めるのはダメ。それはダメ。って言いながらも、一生懸命やっとるもんね。うん。行きたい学校に行けるように、勉強頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。